はい、こんにちは。今日は7分間で全8種目の肩のトレーニング一緒にやっていきましょう。まずはこのサイド三角筋のチューブを鍛えるトレーニングからいきますので、サイドレッズいきましょう。ダンベルが常に水平のまま上げ下げするようにしてください。息が止まらないように、ここからフロントレイズに切り替えますよ。今度は前に上げる。前に上げることで三角筋のフロント部分ですね、前の方が鍛えられます。下ろすときも丁寧に効かせましょう。あとちょっと、はい、今日はね、いろんなプログラムミックスさせてきますから、肩全体がきつくなります。次もう一度だけサイドとフロントを組み合わせた種目いきますから、もうね、すでに結構きついでしょう。頑張ってね、ここからね。きつくてもきついほどね、筋肉が変わるようになってますから、負荷から逃げないようにいきましょう。ダンベルを水平のまま肩の高さまで上げるようにしましょう。で、下ろすときは体に触れないように。フロントレイいきますよ。これもダンベルが顔の高さに上がるようにしてください。そして下ろすときは体に触れない。あとちょっと、OK、はい、だいぶきついでしょ。僕も4キロでやってますけど、めちゃめちゃきついです。次はリアレイズを行っていきますので、できれば椅子に座って行いましょう。肘を高く上げる、ゆっくり下ろして、これは上げ切った時、トップ部分で一瞬止めるようなイメージで行いましょう。肩甲骨は寄せないように、肘だけ高く上げるようにしてください。OK、 はい、次またスタンディングでやっていきます。今度は体を少しだけ倒します。で、親指側を外に向けて、この状態で肘を高く上げるようにしましょう。肩がすくまないように肘だけ高く上げてください。これもリアの筋トレ。肩の後ろを鍛える時というのは特に収縮が大事ですので、上げ切った時に一瞬止める。はい、次はプレス系を行っていきましょう。耳の横にダンベルを構えたら、まっすぐ上に開けていきます。これは主に肩のフロントとサイド2箇所が鍛えられますので、いきますよ。下ろすとき特に丁寧に負荷を感じながらゆっくり下ろしましょう。上げ切ったときは肘を伸ばしきらないように。はい、次はアーノルドプレス。今度は回転させながら上げていきます。顔の前から頭の上、長いですよ。ここきついところ頑張って、
もう肩が熱くなれば熱くなるほど効果的です。 OK、 はい、ここから1回ワンハンドで行っていきましょう。インクラインさえ乗れず壁に手をついて体を斜めにすることで三角筋キューブにストレッチがかかってきます。上げる、おへその前から上げるようにしましょう。肘は軽く曲げて行ってください。OK、 はい、次はスイッチしていきましょうか。反対に切り替えて、でこの種目は体をしっかり傾ける、そしてぐっと内側に持ってくることで三角筋チューブにストレッチがかかるようになってますから、ストレッチを意識しながら行うようにしてください。上げるときは丁寧に上げて、下ろすときはゆっくり下ろしてくる、上げる、ダンベルは常に斜めの軌道で上げ下げしてください。OK、 はい、次ね、いよいよ最後の種目なんで、最後は両手でオルタネイトフロントレイズいきましょう。片手ずつ上げ下げすることでね、より筋肉意識しやすいと思いますから、肩のフロントを最後追い込んで、もうこれで肩全体がきつくなってるんじゃないでしょうか。最後まで力振り絞っていきましょう。頑張って、これも顔の高さまで上げるようにしてください。そう、少しクロスするようなイメージで内側に上げる。はい、お疲れ様でした。今日のね、ダンベル肩トレいかがだったでしょうか。僕で今日4キロのダンベルでやりましたけど、上級者になってもかなりきついで、初心者の方は本当に 2,3 キロからスタートすれば十分すぎますから、最初は曲がね全部完走できなくても大丈夫で、ちょっとずつちょっとずつね深くてるように慣れてって、筋肉が大きくなるにつれてトレーニングもねできるようになってくると思います。まずはねスタートすることが肝心で、そしてゼロから1を作ることが何よりも肝心なので、皆さんのねこの動画が0から1になってくれれば嬉しいです。はい、また一緒にね筋トレしましょう。今日みたいな動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、頑張って固めろ